ゼロ気なかりの魅力と演出解説、パチンコ初心者必見。ビゼロ気がかりはパチンコの人気機種の一つです。その魅力と演出について解説します。また初心者のあたりにも分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。ビゼロ気がかりの魅力。ビゼロ気がかりはその独特な演出と高い手玉性能で多くの人を魅了しています。以下にその魅力をご紹介します。1. ビゼロの世界観。ビゼロ気がかりは人気アニメゼロから始める異世界生活をテーマにしたパチンコ台です。アニメのファンにとってはキャラクターやストーリーが再現されていることが魅力の一つです。2. 多彩な演出。ビゼロ気がかりは様々な演出が楽しめることでも知られています。例えばキャラクターのセリフやアニメーションが流れる演出や渡り時の豪華な演出などがあります。これらの演出はプレイヤーに臨場感を与え、より楽しいプレイ体験を提供します。さあ、高い出玉性のビゼロ気がかりは高い出玉性能を持っています。渡りが連チャンしやすく、一度のプレで多くの出玉を獲得することができます。これはプレイヤーにとって非常に魅力的な要素です。ビゼロ気がかりの演出解説。ビゼロ気がかりの演出には様々な種類があります。以下に代表的な演出をいくつかご紹介します。 1. キャラクターセリフ演出。ビゼロ気がかりではキャラクターのセリフが流れる演出があります。これによりアニメの世界観をより感じることができます。2. アニメーション演出。大当たり時や特定の条件を満たした時にはアニメーションが流れる演出があります。これによりより一層の興奮を味わうことができます。 3. 連チャン演出。ビゼロ気がかりは渡りが連チャンしやすい特徴があります。渡り後にさらなる渡りが続くことで出玉を一気に増やすことができます。読者の皆様へのコメント。ビゼロ気がかりはその独特な世界観や豪華な演出で多くの人を魅了しています。初心者の歌でも楽しめる内容となっておりますので、ぜひ一度プレイしてみてください。ビゼロのキャラクターやストーリーが好きな方にとってはより一層の楽しみが待っています。ぜひビゼロ気がかりを体験してみてください。以上がビゼロ気がかりについてのタイトルと文章です。ご参考になれば幸いです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。